皆さんこんにちは、鈴木貴夫です。今回は小野田プロ対上杉選手の10ポイントマッチタイブレークをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。あ、足止まった。信じられないボレー来た。負けれないですこれ。チャンネル登録よろしくね。二人ともやるの？あれ、プリンスさん、プロじゃなくて僕じゃないんですよ。今日はもうプリンスハイドロゲンで同じラケットでどうだっていう話を、ね、まあプリンスで誰が一番強いかを決めるやつでしょ。もう勝ったらあの選手復帰できるというプリンス選手として。なるほど。負けれないですよね。、はい、今日もシングルスですからね、まあ、そうですね。ダブルス、はい、あんだけダブルスダブルスって言ってもシングルスをできるところも見せたいですね。なるほど。しっかり、はい、どんな部分ちょっとアピールしたいとかってあります？やっぱりこうアグレッシブな部分を見てほしいです、ね、じゃあもうフォアの逆黒だね、はい、逆黒くるよ。あんま試合前にはいろいろ情報入れないでください。こちらの方のなかなか柔らかい感じでいきますから。うねうねいきます。いきますから。じゃあガツガツいきます、はい。まあ、スライスをうまく使ってネットにつきたいかなっていう感じですね。まあかわしながらちょっとうまく相手のミスを引き出していけるようなプレーをちょっと考えながらやりたいと思います。勝ちます。いやもう絶対負けないです。もうプリンス対決は制します。日本最大のテニスチャンネルを僕たちと一緒に作りませんか。今回もダンロップさんにボールを提供していただいて AO のボールでやります。しっかりあのニューボールで始めて少しアップをしましたのでいい感じに出来上がっていると思います。アッチアップにします。 Pサーブします。サーブ取られた。お願いします。お願いします。レッド。うわます。滑るな。あ、行き過ぎた。速いな、ボールが速い。ポートです。あ、足止まった。アホ、今の道です。うわっ、今の綺麗でしたね。ちょっと綺麗に行き過ぎましたね。今リターン悪くなかったんだけど、信じられないボレー来た。滑る。めちゃくちゃ滑りますこれ。ついていく。そうです。ちょっとボールが重くて、これはチャンスですね。このままガツガツ。ちょっと今フォアまだ引っ掛けてるんで、当たりだけ気をつけてやっていきます。ああどっちよし分からん。あ、フォルトかな。今サーブでしかポイント取れない。これすごい引っ掛けてる。もっと前。よし、とりあえず返す。前に前に。はい。あっ。
ノープ。よし、チャンス。すいません。うわぁ、膝きた今膝にきた。いけるいける、このまま勢いを止めない。うわあ、ちょっと迷った。もったいね。よし、うわ、そうなんですよね。ちょっと僕もちょっと力入ってます。やばいやばい。スライスがやっぱり効くな。あんまり無理して打たなくても合わせて焦んないで続けていく。負けれないですねこれ。おお、ぶね。くそー、あぶねー。今ちょっとなんかフォアも引っかかってるんですよね。クロスじゃないんかい。やさっす。なあ、からすごい引っかかる。頑張れ俺。そう、ナイスだ。97。ああ、よし。なあ。よし、危なかった。なんとか。ありがとうございました。ありがとうございました。参りました。ありがとうございました。膝が笑ってる。膝が笑っとる。ということで今回のテンポイントマッチタイブレイクは10対7で上杉プロの勝利となりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。参りました。ありがとうございました。いやでも6ホールまでね、ちょっとミスにも助けられた部分ありましたけど、ただねボールが重いから自分がこう踏み込んで打つっていうか足が浮いてる感じがするんですよ。で何回かラリーでチャンスボールも自分がへくった時も地面に足がこうついてない感じで、ちょっとなんだろう、こうもっと打たなきゃみたいな気持ちにさせられちゃうんですよ。ディフェンスもやっぱしっかりするし、走っても走っても帰ってくるから、もっと無理しなきゃっていう気持ちにさせられちゃうっていう。だからちょっとこう派手なパフォーマンスより大事にいこうとするんですけど、結局は我慢しきれない自分がやっぱりいるんですよね。でもね、以前より試合をちょっとこなしたりとか ねしてるから感覚は少し良くなりましたけど、ね、まあ、体がどうしてもこう現役と分かるでしょ。それはあのベテランの選手の大会とはね、あのプロの若手とはだってベテランの人でこんなサーブ打ってくる人いない、し、あの、ね、基本バックのスライスで返してくるからね。テクニックで何とかしようとするんだけど、まあ、力でコントロールされちゃうっていう、はい、まあ、ちょっと全然相手にならなかったです。いやいや、でもどうでした、あの上杉選手は。思ったより硬くなりすぎてちょっとねリードしてたけどね、ガチャガチャしちゃってたんで、
でもやっぱりこのタッチがやっぱりうまいんで、うん、簡単にはやっぱり前行っても、うん、あの低い返され方がちょっと、ね、だ、 9面だってセカンドボールこすごいいいリターンしたなと思ったら、したボレーでここショートクロスみたいな、そのボレーさせられたらどこ打っていいか分かんなくなっちゃいますよ、ね、で後半の方にあったフォアのちょっと短いボールを、うん、れあれはストレートに僕ね、ケアしなかったです、はい、クロスだと思ってたんで、ね、クロスで構えてたら、うん、もうタダーンって早い展開 で、 そ う、 です、ね、いやまあそういうところがやっぱ隙がないですよね。うん、昔はできたんだけどな昔はできたね。でもね、すごくこう、なんて言うんだろう、お互いの良さと、そのもちろんテニスというスポーツはお互いもミスするからね、はい、その中でどういう駆け引きがあるかっていうのの中なので、うん、まあ、この10ポイントマッチタイブレークっていうのは本当はあまりにもショートゲームになっちゃうから、う、ね、本当はね、ワンセットとかやれればいいんですけど、うん、まあ、今回はあの上杉選手を相手にね、10対7ということで、はい、まだまだ修行が足りないということで、はい、出直していきます。出直していきますか、はい、ということで今回はあの上杉選手の10対7で勝利ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。チームスタテニのメンバーになりませんか。僕たちの特別レッスンを配信中です。僕らの経験と知識が詰まったワンランク上のレッスンをお届けしています。まずは無料トライアルでぜひ体験してみてください。一緒にテニスをしましょう。